さん、こんにちは。黒猫のミアです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は、2020年度の中学受験の入試問題の一問一答になります。実際に入試に出た漢字の問題を30問クイズ形式で読み上げます。問題の答えの漢字を実際にノートに書いてもいいし、動画を見て漢字を覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。漢字の書き取り、その23。第1問、この仕事を彼に任せるの。任せるを漢字に直すとどう書きますか？任せるの漢字はこう書きます。第2問、音楽界でフルートを演奏するの。演奏を漢字に直すとどう書きますか？演奏の漢字はこう書きます。第3問、目上の人の話をよく聞き、礼節を重んじるべきだの。礼節を漢字に直すとどう書きますか？礼節の漢字はこう書きます。第4問、辺境の地に赴くの。辺境を漢字に直すとどう書きますか？辺境の漢字はこう書きます。第5問、花火は夏の風物詩だの。風物詩を漢字に直すとどう書きますか？風物詩の漢字はこう書きます。第6問、彼は親思いで最近では珍しい高校息子だの。高校を漢字に直すとどう書きますか？高校の漢字はこう書きます。第7問、目を閉じて音楽を聴くの。閉じてを漢字に直すとどう書きますか？閉じての漢字はこう書きます。第8問、学校の蔵書を点検するの。蔵書を漢字に直すとどう書きますか？蔵書の漢字はこう書きます。第9問、早寝早起きの。健全な生活を送るの。健全を漢字に直すとどう書きますか？健全の漢字はこう書きます。第10問、花を備えるの。備えるを漢字に直すとどう書きますか？備えるの漢字はこう書きます。第11問、真相は未だにわからないの。真相を漢字に直すとどう書きますか？真相の漢字はこう書きます。第12問、情報を提供するの。提供を漢字に直すとどう書きますか？提供の漢字はこう書きます。第13問、日本が国際連合に加盟したのは1956年のことだったの。加盟を漢字に直すとどう書きますか？加盟の漢字はこう書きます。第14問、責任を果たすの。果たすを漢字に直すとどう書きますか？果たすの漢字はこう書きます。第15問、私鉄の沿線に住むの。沿線を漢字に直すとどう書きますか？沿線の漢字はこう書きます。第16問、地元地域の声援を受けるの。地域を漢字に直すとどう書きますか？地域の漢字はこう書きます。第17問、
極寒の地を訪れるの。極寒を漢字に直すとどう書きますか？極寒の漢字はこう書きます。第18問、有害物質を排出するの。有害を漢字に直すとどう書きますか？有害の漢字はこう書きます。第19問、彼は自らの行動を律することができるの。律するを漢字に直すとどう書きますか？律するの漢字はこう書きます。第20問、反省文を書くの。反省を漢字に直すとどう書きますか？反省の漢字はこう書きます。第21問、障子に目ありの。障子を漢字に直すとどう書きますか？障子の漢字はこう書きます。第22問、人の往来が激しいの。往来を漢字に直すとどう書きますか？往来の漢字はこう書きます。第23問、実力を発揮するの。発揮を漢字に直すとどう書きますか？発揮の漢字はこう書きます。第24問、祖父の武勇伝を聞くの。武勇伝を漢字に直すとどう書きますか？武勇伝の漢字はこう書きます。第25問、敵に対して一歩も退かないの。退かないを漢字に直すとどう書きますか？退かないの漢字はこう書きます。第26問、荷物を届けるの。届けるを漢字に直すとどう書きますか？届けるの漢字はこう書きます。第27問、明暗が浮かぶの。明暗を漢字に直すとどう書きますか？明暗の漢字はこう書きます。第28問、災害の復旧の。復旧を漢字に直すとどう書きますか？復旧の漢字はこう書きます。第29問、その小学校の前には桜の並木道が続いていたの。並木道を漢字に直すとどう書きますか？並木道の漢字はこう書きます。第30問、敵の標的にされるの。標的を漢字に直すとどう書きますか？標的の漢字はこう書きます。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。